今、時間になりましたので、一年次政策2019の、作者、メンター、そして教員による対談をこれから始めたいと思います。まず、本学の一年次政策におきめし、おきまして、メンター制度というものを、取らせていただきました。これについて、まず、桐山研究課長の方から、お話しいただきたいと思います。はい、平野です。昨日もちょっと、内覧会で触れたんですけれども、このゲームコースの最初からですね、産学連携っていうことを非常に大事に思ってます。で、やっぱりゲームを作る上で、専門性ももちろん大事で、それはアニメーションとか、メディアの専門性なんですが、もう一つはゲームをちゃんと完成させるっていう、作り上げるっていうことですね、やっぱり大事なことだと思ってます。で、それは本当に産業界でずっと長らく実践されてきて、でそこにすごくノウハウの蓄積があるわけなので、大学の中で作る場合でも、その産業界の蓄積ノウハウをメンターとして入っていただくことで、いただあの今日あの何て言いましょうか、一緒に作る中に投入していただいて、で我々自身も学んでいくという。そういう形を取りたいと思って、それでメンターに入っていただいているというわけなんです。で、今日はですね、4つのゲームを案に触れていくので、そのゲームのメンターに入っていただいた4人の方々に、ルミナスプロダクションズからご参加いただいています。お名前をご紹介させていただきます。まずゲームデザイナーの五十嵐翔さんでいらっしゃいます。五十嵐です。よろしくお願いしまよろしくおす。願いします。それからオフィスアドミニストレーターの中里孝義さんです。よろしくお願い中し里ます。です。よろしくお願いします。それからゲームデザイナーの貫田正文さんに参加いただく予定です。それと、同じくゲームデザイナーの白井健太郎さんにも参加いただく予定です。はい、それ白井でと、す。よろしくお願いし白井まさん、す。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして、メンターの、チームとしてですね、特定のゲームではなくに限定せずに、一緒に好評会等をいつも見てくださっていらっしゃった方として、シネマティックアーティストのスレイマン・シティ・アイシャさんにもメンターをお願いしました。そして、プログラマーの堀内陽介さんとにもメンターをお願いしました。そして、最後になりましたが、リードプロジェクトマネージャーの今村誠さんにもメンターをお願いしました。で、今年度というか昨年度は、この7人の方に、いつも講評会とか発表会とか、そういった機会に来ていただきながら教えていただく。そして、もう一個大事なことなんですけども、日々こう作っていく中で、いろいろアドバイスいただくためにも、スラックでこの、プロジェクトごとにグループを作って、そこにも、日々、何でしょうか、このちょっとずつの進化を、見ていただいていたというふうな、そういう形で、進めていたところです。では、ご紹介を、以上で終わりまして、早速中身ということなんですけれども、一旦マキさんに返しましょうか。はい。では、実際に対談を始めていきたいと思います。まず、一つ目の、一件目のセッションですが、椎名さんと五十嵐さんと、桐山研究課長による対談になります。では、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはですね、もう午前中の、ストリーミングとかでも紹介いただいたんですけども、もう一回改めて椎名さんにちょっとどんなゲームか話してもらって、紹介してもらうみたいなとこから入っていいでしょうか。急に苦しいです。まあ、ちょっとなんとなくムービーを流しつつ話をしようと思います。このゲームは、得点を取ったりとか、アクション性を求めたりとか、そういうことはメインではなくて、本当にゲームの中でバーチャル散歩をするっていうような、
イメージで作った作品になります。で、なんか、その、一応ここがイントロ部分になるので、ここで少しちょっと世界観をつかんでいただければという感じではあるんですけど、この街の中を散歩しながら、こう、なんか、なんだろう。街の中を散歩しつつ、こう、ゴールを目指してもらうんですけど、このゲームのポイントになっているのが、あの球体っていう物体があって、私は個人的にすごい球体が好きで、球体の中に入ってこう散歩がしたいっていう、ちょっとした欲求から始まったんですけど。画面がもう球体の中から見た感じになってますね。そうですね。なんか、その球体って言っても、その中でもなんかボールをイメージしてて、そのボールのその跳ね返りとかでかなりすごい上に向かう強い力が働くので、その力を使って、こう、いつもだったら見上げるだけのこのビルの上にこうよじ登ったりとか、そこから落っこちてみたりとか、そういった動作ができるようになっています。球体がこう力をくれるみたいな感じですかね。そうですね。で、まあ途中途中にこう飛んでる酸素のカプセルを取って、その球体の中の限られたその空気を少しずつ増やして、こう移動できる時間を増やしたりとか、逆に落っこちてるピンを踏んづけて、その貴重な空気を少しなんか失ってしまって制限時間がなくなったりとか、そういった感じでそのゴールを目指すっていう話になっています。うんうんうん、今の見えてたピンクのやつがゴールだったんですね。そうですね。ここがゴールになっていて、で、なんか、この制限時間っていうのは、まあ遊べる上限の時間っていうのもあるんですけど、それ以上に、その、自分が与えられた時間の中で、どれくらいの長さこう散歩したいかっていうのが決められるようになっていて、なんか、その、最初は制限時間3分から始まって、アイテムの取り方によっても結構その上限は変わっていくんですけど、いっぱい時間を残してゴールしてもいいし、時間ギリギリまで散歩してゴールしてもいいっていう。なるほど。自由が残っています。その自由時間を3分間とかもらって、で、息継ぎしながらこう、あ、そうですね。使っていくみたいなんですね。で、一応ゲームオーバー含めてエンディングが3種類あって、その残す時間によって、その、好きな、どれかしらのゴールに行き着くっていうようなシステムになっています。うん、これ、作り始めたのって去年ですよね。去年、2019年。そうですね。もうちょっと途中コロナが入って何年とかよくわかんなかった。そうですね。ね。去年、2019年の秋ぐらいから。夏くらいに動き始めて。夏ぐらいか。そうですね。その頃から、この球体にこだわって作り始めた。そうですね。まあ、これの前に、その去年、メディア映像の授業でゲームを作る授業があるんですけど、そこでこれの前身になるゲームを作っていて、あ、そうですね。ちょっとその辺から、五十嵐さんも思い出していただき、だってちょっと、最初の頃の。はい、覚えてます。はい。はい、出せます今、最初に覚えてます。もともと今で言ったらだけど平面っぽかったですね。そうなんですよね。平面から始まっていて、本当にこの時はボールの中に入って走り回りたいっていうか、それだけで作り始めていて。あ、そうそう、マップみたいな感じですよね、これはね。そうですね。シーナさんからこれ最初見せてもらったこれがバージョン、まあ、1.0 で、僕が初めて転び。でそこから、まあ、今ご覧いただいた 2.0 に向かうにあたって、よりゲーム性っていうのを持たせにはどうしたらいいんだろうかっていうところを、その椎名さんとディスカッションしながら形にしていく感じですよね。そうですよね。この時ってまだゲームっていうか、この球体で動く実験みたいな感じでしたもんね。うん、まあ、これが一番やりたいことなんで、それから、ね、取り掛かるのは良かったと思うんだけどね。そうです。もう、とにかく、シナさんの頭の中考えには、もうとにかくその球体で、球がとにかくあったので、それをこう、いかにゲームとして形にするかっていうところを、どうやったら形になるかっていうところを、話しながら進めてきました。うんうん、そうですよね。まあ、
ゴールみたいなのっていうよりは、球体で遊ぶっていうことが、まあ、この時から多分テーマとしては浮上してたんですけども、まあ、それにしても、ちょっとハードルが途中であったりとか、ね、いろいろ、その酸素を増やしたりとか、そういった、要素が増えてゲームっぽくなってきたわけですよね。そうですね。単純にその、まあ、球体のアクションって言っても、その、なんていうんですか、遊び方っていろいろイメージというか、遊びを持たせることができるので、単純にその、出すだけなのか、それともそういう、例えばアクションポイントみたいなのを設けるのか、あるいは動きって物理演算でやるのか、アニメーションでやるのか、まあ、いろんな考え方ができるので、そういうところを、まあ、その、シナさんのやりたいことと、その、いいところに落としどころを持たせるようにっていうふうに考えてきました。そうですよね。ありがとうございます。そうそう。物理演算ってのもそういうのがちょっと一つキーワードだったんですね。これ、Unityで物理演算をやってくれるっていうか、でも、完璧じゃなかったりもして、苦労しながらやってって、実はその辺、白井さんにもちょっと、プログラム上のアドバイスいただいたりしたような気も、思いはあるんですけど、可能かどうかみたいなところだったかな。そうですね。これその見た目通りの計算をこれしているので、この段階でかなり処理が重かったですね、当時ね。そうでしたね。これもこれで面白いんですけれどね。はい。うん、すごい、この時の構想が新宿とか秋葉原のね。そうです。この時のこの下のマップは、これにビルを建てると新宿の西口が出来上がるっていうマップになるんですけど。あ、思い出してた。そうそう。そうだ、この地面のマップが、まあもうすでに新宿だったんですよね。そうなんですよね。そうだ。でも結構そのマップを 3D にして、こう範囲を広げるにあたって、この、まあこれから次、今、最終的にできたバージョンになるまでに、もう一個ゲームを実は挟んでいて。うん。それも見れる。あ、見れます。今、もう一個バージョンがあるんですけど、うん、このバージョンになった時に、この時まだあんまり上に行く動きっていうのが足されてない状態で、結構このビルの隙間を歩いていくみたいな感じのゲームを一回経ていて、この時にどうしてもやっぱりあんまり上に飛ばないっていうこともあって、すごい大体迷子になるんですよね。なんか展示をやった時にもこれで遊んだ人大体迷子になって行き着く先が見つからないみたいなことに、なってしまっていたことがあって、その路地のとこまで行かないとその先が見えない。そうですね。で、なんかそのコース組みをするっていう上でアイテムを置くっていう考え方をこの時はしていて、これ五十嵐さんのアドバイスだったんですけど、でその上でじゃあこのバージョンの時はそのある程度の一定の点数が取れた時にゴールができるようにしようっていう考え方で一応ゲームとして、なるほど。確かにコンテンツスコアって出てますね。画面出るようになってますね。スコアが100超えないと、ゴールゲートが通れないっていうふうになっていて。そうだ。難しかった覚えがある。みたいな。そうです。やっぱり実際こう考えてるものを形にしても、その実際に遊んでみて気づくことっていうのは本当に多い。やっぱり遊んでみて、そこからの、なんていうんですか、こう手応えで、やっぱりもうちょっとしてみよう、ああしてみようっていうものは、この場面が見えてきたなっていうのはあります。ですね、これやっぱり本人にはちょっと見えないっていうところがありますよね。うん、本人はまあもちろんどこにあるか分かってるので結構分かってはいるけど、でもどこまでやっていいのかっていうか、どれが正しいのかみたいなところはね、ちょっとなかなかその街を作って取るものをアイテムを置いていけばそれなりに遊べると思っても、やっぱり実際遊んでみるとそういうねマップがちょっと若いとかっていうところが、そこで初めて見えるところがやっぱりここで分かったなっていう感じですね。うんですね、ここから今のバージョンに行ったときに、かなりこう上を飛べるように改良したのが多分一番のジャンプポイントなんですけど、その上に飛べるようになったことで、逆に道に迷いづらくなった部分は結構あるかなっていうのがあって、俯瞰して見れるようになったので、でまあ、その時点で、その今までその通路としての役割が強かったアイテムが、
その役割って実はそんなに強くなくていいんじゃないかっていう、あんまり点数に縛られるゲームをしたくなかったので、うんうんうん、したらじゃあどうしたらいいかっていうところから最終的にはその遊ぶためのちょっとしたなんかヒントじゃないですけど、手助けみたいな手段でアイテムっていう考え方ができないかなと思って、最終的にこう加点っていう考え方に落ち着いたんです。なるほどね。まだ時間が残り2分30秒とかあったら、急いでその酸素を探しに行かなくても、散歩してればいいそうですね、なんか、何もなさそうな方を歩いてってみたりとか、うん、特にちょっとピン踏んじゃっても、あんまり気にも、うん。やっぱこういうゴール目指すばっかりが、ノーじゃないみたいなところってあるんでしょうね。なんかいかに好きにさせてあげるかみたいな、そういう自由度を上げるみたいな。ところがそうですよ、そうなんですね。なんかスクロールでゴールを目指すゲームって世の中に結構いろいろあると思うんですけど、なんかそれ、うん、そういうゲームを遊んだことがあるからこそなんか違うことがしたかったっていう、うんうん、まあ実際こうやってね、今この画面だとあれですよね、その椎名さんのこだわりである球体の中にいるっていう表現がレンズでちゃんと表現されてますよね。ああそうですね。そもそも椎名さん、その球体のこだわりってちょっともうちょい聞いてもいいですか？もしかしたらメンターに入っていただいた五十嵐さんも なぜ球体なんだろうって本当は思ってたかもしれないですよね。僕確か一番最初に聞きましたよ。その一番最初に見せてもらった時に球体じゃなきゃダメですかっていう聞いたと思います。どう答えたの椎名さん。なんか球体がやっぱついてると動作しづらいみたいな話から最初始まったんですよ。その街のマップの中を動き回るんだったら、その球体って要素を一旦置いといてもいいんじゃないかっていう話になった時に、うん、いや絶対嫌だっていう話をしたんですよ。椎名さんもそこのこだわりすごい強かったんで、うん、そしたらもうその球体をベースとした軸としたその遊び方だったりゲームの作り方だったりっていうのを考えていきましょうっていうのを一番最初に話したと思います。なるほどね、うん、でももともとはなんか本当に無意識だったんですけど、なんか私大学4年間美大にいて何か作るってなると結構無意識に丸っていうモチーフを選ぶことが多くて、うん、でなんかそのじゃあ丸いものって好きなんだって自分で思ってたんですけど、その中で、うん、なんか球体ってその丸を含む物体の中でも、まあ、丸を含まないものの中でも一番すごい完全だけど一番不完全な物体だなっていうふうに思っていて、なんか面に切れ目がないんですよ。ないけどでもこの局面って面って呼んでいいのかわからないし、 でも例えば他のものに接点を持つにしてもなんか微妙な一点で設定を持ってるような持ってないようなみたいな、すごい不思議なものだなと思って、うん、なんかすごい興味が永遠に出てくるんですよね、球体に対しては、うん、でなんかそう球体っていうもちろんその物体に対してもそうだし、それの、その作ってる物質が変わっていくと、例えばガラスになった場合、そのまあ、ちょっとそれにまつわる作品を一回作ってるんですけど、うん、こういうなんか水晶玉になると向こう側にあるものの像がすごい絶妙に歪むんですよね、うん、でも歪むけど絶対縁には触れないっていうこの不思議さは何だろうっていう、うん、ギリギリまで迫るけど縁のところは絶対に触れないし、うん、だからといってなんか切れ、うん、後ろの絵が切れる様子もないというか、で場合によっては後ろにある文字が一瞬消える瞬間があったりとか、なんか本当に不思議だなって思ってるっていうのが一番大きいんですけど、なんか本当に割とずっと飽きずに見てられる物体だなっていう、うんうん、そうですよね。この今の画面に出してもらってるのも展示してたけど、それが動いていくだけでちょっと目が離せない感じがありましたよね。これ動画でアルファベットの上をこうね、この球体が動いていくだけなんだけど、うん、球体に関しても本当にこれだけ興味を抱くというか、本当に球体が好きっていうことなので、球体の中に入りたいっていう願望ですもんね、あれは。そうですよね。なんでそれをモチーフとした、うん、ゲームを作りましょうっていうのが、うん、一歩でしたね。いや、
それをね、良しとしてもくれたっていうことがとても良かったんじゃないでしょうか。そこにでも本当に球体でその転がっていく遊びって確かにすごい面白そうだなっていうのも感じていたので、2.0 でだいぶその球体の中に入ってその街を散歩するっていう遊びっていうのはできたと思います。ね、こういうこだわりから出発する作り方ってのはきっとあるんでしょうけど、なかなかまあね、いろいろ制約の中ではできないことかもしれないんで、まあ、今回、ね、コツコツ作って完成まで、自由には。結構、球体に人を入れると、難しいことって結構あって、その一人称視点のゲームで、こういうアクションのものって、足元で飛び乗ったりっていう動作ってあんまりされたりとか、球体の上に乗るっていう、ね、じゃなくて段差の上をジャンプして乗るとか、そういうのってそのプレイヤーが見えてる後ろからカメラが追従してるやつだと結構あるんですけど、その作るのが、ビルに飛ばすとしても自分の足元が見えてないので、下向いちゃうと今度指標が狂うので、なんか下を向かずに飛んでうまく着地するっていうのが意外と難しくて、でさらに球体に入るとそこの接地面が変わるんですよ。その自分の足があると思ってるところに先ってないと思ったけど、ギリギリボールの端が引っそこの球体し距離というか、でもそこも実はもう椎名さんすごい頑張ってたんで、本当すごいなと思いました。なんか内側にも外側にもこう反発力つけるの難しいみたいななんかそんなことありましたね、そういえばね。そうですね。うん、特に今回のバージョンは中のその反発力はあんまり必要なかったので、分球体そのものに反発力をかけてたんですけど。うん、それこそ一番最初に作ってた、さっき流したその星取るやつとかは、その星を取った上で球体の中で星やるっていうことをしたかったっていうのがあったので、あの時は特に本当に重たかったですね。これ今回一応完成とすると、この先ってあるんですか、椎名さんのその、いや、もっとすごい野望みたいな、もっと球体を極めるぞみたいな。一応今回、ちょっと Windows バージョンのリリースがないので、ちょっと Mac 環境の人にしか見れない状態にはなっちゃってるんですけど、しようかと思うんですけど、普通に、だいたい想定される時間で、クリアしていただくと、ごめんなさい、これじゃなかった。こっちか。また1分くらいでゴールしていただくと、この球体に入った主人公、花火になって打ち上げられるんですよ。花火玉エンドっていうのが、これが普通についてるエンディングでありまして。で、もう一つエンディングが一応作ってあるんですけど、そのやっぱこの花火も丸いんですね。丸いんですね。丸いですね。なんかこう、垂れる花火はちょっとイメージが違う。やっぱそのせっかく飛んだから空まで飛んでほしかったんで、落ちてきてほしくなかったんですよね。なるほどね。最後の最後は空で。で、まあもう一つあって、もう一つこれはかなり時間を残して、おっと、ゴールした場合、まあ2分半くらいあればなんですけど、その場合は、さらに上に行こうっていう野望がございまして、ロケットのこの窓のとこにアタッチして宇宙に行っていただくっていう、さらに球体をロケットが運んでくれてるっていう、まあ一応クリアエンドとしては2種類あるんですよ。じゃあ宇宙へっていう、そこですか、話の
行き先は。そうですね。野望は宇宙へってこと。そうですね。一応この後撮影してました。いや、なんかせっかくだったら今度なんかその球体の宇宙バージョンあっても面白いなと思ったんですよ。っていうのはその地球の場合は引力とかすごい働くので、うん、絶対下に落ちるとか跳ね返っても大体下に戻ってきてどっかで力を失うと思うんですよ、うんうん、宇宙って引力ないので、うん、ぶつかったところでひたすらピンボールみたいになると思うんですよ、うん、それをなんか、うん、自分がそのボールの中に入ってる目線だったらゲームならではのこの見れるものかなっていうふうに思ったので、うんうんうん、そうだよね。じゃあ次はバージョン 3.0 で。 3.0 は宇宙ですか。宇宙で4次元くらい行ってもいいんじゃないですか。 4.0 くらい次元じゃなくて何でしょうね。宇宙の先はあ、でもね、それ面白いですよ。なんか 今の話聞いてて、手塚治虫先生のジャンピングっていうアニメーションを思い出しました。 あれは、あの女の子が遊んでるボールがだんだん跳ねて、うん、あのバーズビュー、鳥の目線になって飛行機の目線になって、うん、宇宙船の目線になって、うん、最後宇宙まで行っちゃうんですよ、うんうん、でそれは跳ね方がどんどん大きくなるんですよね。どんどん跳ね方が大きくなる、うん、で今度はそれが落下して今度は地下に行っちゃうんですよね。なのであのいや、椎名さんすごい、もうあの、かの手塚治虫先生と同じ発想が。近い発想が。そんな天才だよ。怖いすぎません。でも、そんぐらいね、あの、言ったら、ちょっと驚くよね。うん。そうですね。うん、まあ、それは宇宙こそね、本当に球体の世界じゃないですか。こう星も球体だし、そうですね、球状星団みたいな、そういう、なんかこう、ね、やっぱり一番自然なものの、その、成り立ちって言うと、こうね、こう、そうですね。惑星が丸いし、うん、あとなんか、うん、UFO もなんか丸いですよね。UFO ってなんか丸でできてません。UFO ね。UFO ですね。そうですね。さっきの宇宙船も UFO と言えなくもなかったよね。球体がついてて。そうですね。なんかこう球体ってその地面もその平らな道か坂道かで変わりますけど、本当球体とこの環境の影響を受けやすくて、それでやっぱりこうなんだろう、非常にこう面白い動きするな、その、まあ、さっき宇宙でおっしゃいました、その無重力内の動き方をしますし、その坂道で転がしたいよね、そのビル跳ねたいよねっていう、こういろんな挙動のができる物体っていうのは一緒にこう考えてて、僕もすごいなんだろう、新しいというか、ゲームにしたら面白そうだなっていうのを思いました。嬉しいですね。そうすごい、なんかすごい球体に関してこれをこう動かしたいんですみたいな話をしたときに、五十嵐さんが一瞬てんてんってなる瞬間がはてみたいな。この幅広い五十嵐さんだよ。どうやったら遊べるかなっていうのやっぱり考えましたよね。考えましたけど、でも結果やっぱりこういうすごい一個のゲームになったと思うので、うん、よかったなと思いました。うん、Q、うん、を本当に遊びに持ってきたっていうのすごいよかったなって、うん、まあ、ちょっとこの、 あの、まあ、大学ならではっていうのをね、生かすと考えると、まあある程度ほっとくみたいなところも大事っちゃ大事で、うん、ほっといて、まあ、あの試行錯誤をというか、いろんな思考ですね。さっきの方はまあ後からついてくるとして、思考の方をいろいろやってみるみたいなところを、まあ、ちょっと、温かい目で見守ってもらうみたいなことが、本当に、していただいたので、よかったように思います。ね。まあね、曲がりなりにもね、こうやって紹介できるところが来て、ただやっぱ完成はさせておきたい感じはしますよね。これも Windows 版もちゃんとね、作って、遊んでもらうことでまたフィードバックをいただけるね。ちょっともうちょっと容量を軽くして、うん、Windows 版です。はい、うん、やっぱそういうところもね、実用上の本当に必要な観点ですよね。そうですね、うん、やっぱ作ってひたすら作って詰め込むだけだと、うん、そのリリースすることまではやっぱりうまく結びつかなくて、うんうん、これあの Mac 版のアプリで46ギガあるんですよ。なのであのサイトにダウンロードしてください50人みたいな書いてあるけど、そうなんですよ、すっごく重くてあのユニティのクラウド機能の上限を超えるレベルの容量が今あるので。そう、ね、
ちょっとそう、やっぱこう作っていく上でいらないものをちゃんと消していくとか、うん、そのやっぱその実用的にゲームとしてちゃんとプロジェクトとしてまとめていくっていうのって、やっぱまた自分で作品作るのとは別の、うん、なんか別取りの話だな、うん、何がいらないかっていうのはね、確かに必要な判断ですよね。どのくらい高画質なものが必要なのかとか、うんうんうん、そうですね、大体ムービーデータとかがすごく重さあったので、うん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 、そうですよね、そこあるでしょうね。じゃあ宇宙バージョンではその辺も教訓としてダウンロードいただける形での宇宙バージョン、ね、そうですね、ちょっとこのバージョンもちゃんと、はい、Windows リリースを目指します。じゃあちょっと時間になってきたので、あの五十嵐さんどうもありがとうございました、はい、いえいえ、ありがとうございました、ありがとうございました。じゃあ牧さん一回お返しします。ありがとうございました。では、続けて次のセッションに入っていきたいと思います。では次のセッションになりますが、井原和樹さんと、ルミナスプロダクションズからは、貫田正文さん、そして、牧の3人で、対談を始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずちょっとご紹介から自己紹介からですかね、いきたいと思いますので、まずじゃあ井原さんの方から自己紹介をお願いします。はい、東京芸術大学大学院映像研究科アニメーション専門校のゲームコース井原和樹と申します。自己紹介、ベイビーインザクレイドルっていう作品を作らせていただきました。はい、これからそれを紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。貫田さんの自己紹介と、はい、あとよければ差し支えない範囲で今の差し支えない範囲で、はい、改めましてご紹介に預かりました、はい、株式会社ルミナスプロダクションズ、所属のゲームデザイナーを、担当しております貫田正文と申します。弊社ルミナスプロダクションズは、新作というか、現在オリジナルの新作タイトルを作成中で、私もその中の一員として、先ほどお伝えした、ゲームデザイナー、一般的には、よくプランナーとか呼ばれるんですけども、そういう職種で、各種、差し支えない範囲なので、対応というか担当している感じになっています。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、湯原さんはどうしましょう。まず作品についてちょっと概要をお話ししてもらいましょうかね。じゃあちょっと私も360度で動画を流しながらという感じで。はい。Baby in the Cradle っていう作品は、360度動画ではなくて、VR のヘッドマウントディスプレイをかぶって、ハンモックに寝そべりながら鑑賞するという、インタラクティブアニメーション作品になっています。ハンモックに寝そべりながら、目を閉じると次のシーンに遷移したりとか、キャラクターとの、視線とか、触ったりとか、そういったインタラクティブなアニメーションを通じて、鑑賞者にリラックスしてもらうような作品になっている、なっています。本来であれば、VR のヘッドマウントディスプレイをかぶって鑑賞していただくのが一番ベストな体験ではあるんですけども、オンライン展示ということで、今回は360度動画で、ご紹介させていただきます。はい、どうしましょう。スライドもいろいろあるので、じゃあちょっと映像はこのくらいにして。そうですね。そうですね。次もあるんで。はい。ではいろいろ、ね、構想段階のスケッチが膨大にあったりとか、うん、あとはこういろんな構想段階からいろんなディスカッションをしてきたと思いますので、そういった話もにも触れながらちょっといろいろと、これはじゃあ大丈夫ですかね。はい、
そうですね、まず、ね、クイルからスタートしたみたいな背景もあったと思うんですけど、うんうんうん、そうですね、クイルっていうヘッドマウントディスプレイをかぶってオキュラスが出しているアプリがあって、あの空間上に落書きできるっていうアプリがあるんですけど、まあ、それを使ってキャラクターデザインできないかなということで、ちょっといろいろ意識してますね。どうですか、実際あの作ってみて、あの湯原さんあれですよね、この作品の前も VR の作品を制作してましたけど、あの、はい、そこで、それがきっかけとなって多分この作品に至っているところもいるかと思うんですけど、このビルを使ってみるというのはどうでしたか。まあ、あの最後の方で紹介するんですけど、前回の作品っていうのがあの360度手書きアニメーションの作品を作るっていうような作品を学部の4年の時に作って、でそれで今回あのなんだろう、もうちょっとアニメーションに近づくことができないかなっていうことで、よりなんでしょう、立体ポリゴンで作るようなキャラクターを作ってみたりとか、うん、まあ、平面を空間上に配置したりとか、いろいろ実験をしながら作ってましたね。なんか最初はこう本当一つ一つのシーンとか一つ一つのキャラクターとか、ね、全体というよりは本当この世界を作るところから、ね、なんかスタートしてた、あの私も今これを見ながら思い出したんですけど、うん、そうですね、これが本当に一番最初の感じイメージですね。なんかやっぱりすでに湯原さんの世界観というか、なさりたいことの原型はもうこの時点で結構固まって、まあ、あのフィックスはしてないと思うんですけど、やっぱ明確だなというのは、まあ、おそらく私とお話をさせていただいたちょっと後に これができてたような感じでしたよね。そうですね、そうですよね、うん、なんか最初からイメージはすごく明確だなというのはあの思っていたところでした、はい、一緒にさせていただいて、なんかもともと本当 2D のアニメーションをね、うん、作られてたと思って、でそれがこうなんかユニティとかこうポリゴン化されたりしたときどうなるんだろうと思ってたんですけど、うん、全くこう違和感ない形ですごい、そうですね、うん、3D でも、ね、湯原さんらしい世界が実現できたなってすごい、うん、この最初の印象としてはね強く残ってますね、うん、まあ、全然手慣れてないですけどね、全然慣れてない感じありますね。ユニティもね、全く一からのスタートですごく苦労もあったかと思うんですけど。ソフトやアプリにソフトですよね。そうですよね。すごい試行錯誤なさっていうのはこう横で、横でというか見てましたね。うん、だけど、まあ、ゼロから本当触って形にすぐできたってところはやっぱり素直に結構、個人的にはすごく尊敬したところでしたね。まあ、ツールも 3D も含めて Unity も全部ゼロから触って、ああこんなに形にできるんだなっていうところがこう素直に感動してました。見ながら、うん、謎の褒め殺しみたいになってますけど、本心です。はい。このスライドは、ピンの話です。ああ、一番あタイトル画面ですよね。画面ですね、一番最初に見るフォークインドのベーコンですね。なんか結構絵コンテ的なものもね、割と書いてましたよね。うんうんうん、やっぱりもともとがね、アニメーションがやってきてたっていうところもあって、うん、やっぱりこういう一連の流れをこう、ね、絵で書き示していくっていうのが、湯原さんのなんか試行錯誤の始まりなのかなってすごい感じるんですけど。なんかこの画面でいうとこのエンディングのシーンを一番最後にあの画面の下に書いてあるエンディングのシーンをオープニングに持ってくることで作品全体をループさせるってところ も結構もうこの時点でそういうループしている世界みたいなところもこのタイトルの時点で結構固まっているので、うん、素晴らしい作りだなと。結構あれでしたっけね、なんか あちょっとよかった、この辺って、最初いろいろここに行き着くまでも結構話しましたかね。何回か弊社に来ていただいてとかしてましたよね。週1ぐらいか、うん、2週間に1回ぐらい。そうですよね。1年ぐらいまで来ていただいて。うん。なんとなく、まるまる1年ですね。9月20、
7日までに達成したいとか言ってる。すげえ、こう歴史を感じます。ですね、1年前の。どんな感じでお二人はやり取りされてました、うんうん、割とスラックベースで、あとなんか結構毎週こう報告みたいな感じで確かね、してましたよね。そうですね。あの、まあ、ちょっと、まあ、湯原さんと最初にお話をさせていただいて、まあ、言っても初対面というか、まあ、湯原さんも私のことを思って、私も湯原さんのことを思って、まあ、状態から始まっているので、まあ、湯原さんにあまり負担にならなければ、あのそこそこ最初のはちょっと直接話をしながら、まあ、幸い現状のようにその社会情勢的にもまだ去年の秋口はいろいろこう直接会ってお話できるっていうところがあったので、まあ、そこを結構コミュニケーションを最初の方は取っていこうっていう趣旨でやらせていただいたのを覚えていますね、うん、なんで結構やっぱりリモートの良さもあると思うんですけど、やっぱり直接話して、リュハさんは絵が描ける方だったり、イメージをすごく明確に出せる方なので、その場でこんな感じですねみたいな話とか、自分はまあそれに対してちょっとあのネタを重ねてみたいとかって、まあ、まさにその直接会ってできからできるコミュニケーションで、結構序盤の方とかを形作らせていただいた気がしていますが、湯原さん的には何かありましたか？そうですね、こんなに言っていいのかなっていうぐらいあのすごい相手をしてくれて、割と毎週楽しいに、ね、そう言っていただければね、もう本当に贅沢な、いや申し訳なかったですね、あんなお邪魔しちゃって、周年の相手をしていただいて非常に新鮮な気持ちになりました。はい、割とこう密に行き来をしてたのは、うんうんうん、一番やっぱりコンセプトを固めてる部分ですかね、やっぱり一番ね、あの、うん、エネルギーも時間も要するところだと。そうですね、うん、制作に入ると割とあの、うん、あまり作業の方に集中していいよということで、うん、全然いかなくなってしまったんですけども、うん、まあ、最初のコンセプトとか、うん、テーマのところすごい相談に行ってもらいました、ね、うん、そうですね、やっぱりその結構あった、まあ先ほどの根底というか一番最初のプロトン、本当に一番最初のプロトン時点で湯原さんの中にはすごく明確なイメージはあったとは思うんですけど、まあ、それをじゃあ実際にその、まあ、インタラクトとか体験できるものに仕上げるだったりとか、まあ、そのゲームしなくてもいいとしても、まあ、今回、まあ A2G とプロジェクトの中で、まあ、アニメーションからゲーム、まあ、ゲームってとこが一個のキーワードになっていたりはしたんで、じゃあまあ、ゲームとして立てつけるときのコンセプトとかって、まあ、どんなふうにしていこうかってところの話をやっぱり最初のうちは、まあ、それをこうあの、まあ、言語化しつつ、形にもしつつってところに結構やっぱり最初時間を割いてた記憶がありますね、はい、物語の何だろう、ゲームの全体の流れを作る、うんうんうん、ゲームの全体の流れの作り方だったりとか、そうですね、緩急の、はい、見た時の反応だったりとか、うん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 、話をすごいしていただいたっていう懐かしい感じですね、はい、懐かしいかな、そうですね、今の湯原さんがおっしゃってたそのなんだろう、展開の波というか、あの結構例えばゲームに限らずだったりもするんですけど、その映像作品とかでも、あと物語とかストーリーラインとかを考える時とか、まあ、すごくこう分かりやすく、あのまあ、起承転結だったりとか、まあ、三幕構成だったりとか言われるそのひな型みたいなものがあって、でそれぞれにじゃあ3つのパートに分かれるとしたら、1個目のこのタイミングでは、観客側にこんなテンションで、作品を体験してもらって、一気にじゃあここでなんかアクシデントが落ちてこうドキドキするタイミングがあって、また1回ちょっと落ち着いて、またその落ち着いたと思ったらぐんと緊張感を上げてみたいな感じを、結構その最初にこうグラフでだいたいその2時間な2時間の作品だったりとか、まあ、ゲームだったら20時間の作品だったりとかっていうので、そういうもうテンショングラフみたいなもので作ったりするんですけど、まあ、その辺を例えば今回湯原さんの15分の作品だったりとか、まあ、そのコンパクトにまとめつつも、いろいろその湯原さんのイメージをより受け手に、まあ、何か刺激的にだったりとか、まあ、情緒的にだったりとか伝えるための一個の手法として、まあ、その辺をなんか共有してた気がしました。まあ、どこまでちょっとお役に立ったのかは定かではないんですけど、完成形としてはきっと4つのステージとか、まあ、いくつのステージがあって、それぞれにコンセプトがあってっていうのは拝見していたので、まあ、何かしらその辺はこううまく紹介いただいてたかなと思ったんですけど、井原さん的にはいかがでしたか？確かにあの
その話を聞いてから、最初は全てのキャラクターが上に飛んでいくだけだったんですけど、うん、あ確かにそうですよね。インタラクション性とか変えたりとか、うん、多分見てもらえば分かると思うんですけど、他のシーンだったら、ただ単純に聞いていくんですけど、はい、動物のシーンになると、もう、鑑賞者が見ると、動物たちがブラックホールに飛んでいく、飛んでってしまうみたいな流れになっていたりとか、ちょっとダークなものだったりとか、あとは、海のシーンも一見穏やかそうに見えるんですけど、結局クジラに食べられるまでの終わりを描いたシーンだったりとか、はいはい、という、なんだろう、ちょっと一瞬の緊張感だったりとか、うん、テンションの上げ下げだったりとかを意識するようになりましたね。あ、やっぱりそのアクセントのつけ方とかギミックをどう生かすかみたいなところのメリハリみたいなところはなんかよ出来上がったものを拝見しててもすごく感じるところがあったので、こううまく消化していただいてたんだなみたいな感じは受けてましたね。なんかあれですよね、その反応、各キャラクターの反応しかりこう流れていく、はいはいはい、まあそのスピードみたいなところの緩急とかもきっとなんか意識的にこうステージごとだったりとか時間流れに合わせて変化なさっていたのかなと思ったんですけど、 そうですね、それもやっぱりこう、はい、意識してやられてた感じなんですか。普通プロダクションさんが作っていけばには当然いかないんですけれども、NPC であったんですか、あコンピューターがどうリアクションしてくれるかということを、はいはい、より意識的にどうしたらよりなんだろうキャラクターと関係がうまく作れるかなみたいな、うん、あ、ここですね、接し方の個性って書いてあるんですけど、うんうんうん、ここはネクタさんに聞いてメモしたところですね。ああ。何やって接し方の個性が変わるとより没入できるんじゃないかっていう話を言ってます。確かに。なんか、少し掘り下げて見てもらいたいんですけど、実際この話を受けて、どんなふうにこう影響がありました、この制作において、プロセスにおいて。うんうんうん、そうですね、接し方の個性というとやっぱりずっと試験というか顔を見れたら反応するようになったりとかしてたんですけど、うんうんうん、まあ、触ることによって反応するキャラクターがいたりとか、やっぱそれぞれのキャラクターによってインタラクションに差をつけることによってなんかこのキャラクターとこのキャラクターの違いが出たりとかっていうようなことは意識しましたね、すごく。うんうんうん、そうですよね、うんうん。結構具体的にお話ししてくださったんですか？なんか、まあ、そうですね、なんか具体的というよりは、まあ、その NPC って言ってるのが、まあいわゆるこう、まあ、今回の井ノ原さんの作品で言うと、まあ、一人称の、まあ、赤ちゃんがいわゆるこう PC プレイヤーキャラクターという存在になっていて、でそれ以外のものを、まあ、NPC ノンプレイヤーキャラクターっていう形でいくつものいろんな生物の子たちを今こうノンプレイヤーキャラクター NPC として総称していると思うんですけど、まあ、その彼らかの、まあか、うん、生物と言わない方がいいんですかね、そのあの子たちが、まあ、一番最初は今ヨハさんもおっしゃった通りこう単純というか目を合わせた時に見守られる体験っていうところはまあ軸は少ししっかりあったんですけど、それぞれをどうやって個性化するだったりとかどうやってこう反応を変えていくかみたいなところだったりっていうのが、まあ、ちょうどその我々のこのゲーム制作とかの中でも、まあ、NPC っていう存在がこう単純なその言葉とかセリフは喋らなくてもじゃあその世界の中でどうやって生きているのかとかプレイヤーキャラクター操作しているキャラクターにしてどういう反応を返してくれるかとかそのプレイヤーさんがどういう遊ばせ方とかどういうことをゲームの中でやってきたから例えばそのネガティブな反応を返してくれるとかポジティブな反応を返してくれるとかなんかそういうことがその味わえるのがこのゲームの中でのノンプレイキャラクターが描ける体験だったりする一個の肝だと思っているので、まあ、そこのうまくそういうエッセンスを今回の岩橋さんの作品の中でも取り入れて生かしていただけてるんだなっていうのは結構実感して思ってたところです。まさに本当に本当に自分がこう本当に周りの世界周りの生き物たちをもう見ていくことが本当にこの作品の大きな部分でもあるの で、 そうですね、すごく意味のあるお話だったんだろうなって、うん、はい、
あっという間に、はい、実はあと10分になって、うん、そうですね、もう実は30分どうやって時間使おうかって話したのが嘘のような嘘のような感じですけど、はい、どうしましょう。まあ全然あの使わなくても大丈夫なスライドもあるんで。なんか大事なところはすごくもうあれですよね、岩さんの描き方があったことのコンセプトとかは、うん、でもこの辺のねループの考えるところとかもねすごくね、これまでのアニメーション作品では多分あんまりなかったことだと思うんですけど、うんうんうん、ないですよね、言えんじゃないとこういうことは。あれループってどういうところから湯原さん発想されたんでしたっけ、ぐるーっと回ってるよみたいなところ、うん、あね、あのみんなバラバラだったものが一つに集まってまたバラバラになって、あそれが一つに集まってバラバラになるみたいな、うんうんうん、その生命の大きなダイナミズムみたいなのを作りたいなっていう、はいはいはい、ありましたね。なんかあ、なんか眠りも眠ってから目が覚めるっていうのを本当にずっと繰り返しますし、うん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 、本当にいろんなテーマだったりいろんなコンセプトの、ね、核の部分が本当にループで、そうですよね、ような今気がしてきました。確かに確かに、なんかちょっとすみません、岩原さん違ってたらあった話なんですけど、なんか話してる時にその、はい、目を閉じるっていうのがこうじゃあ、あとあその生まれ変わりみたいな意味も含めて、はい、一回その生命が終わるっていうタイミングを目を閉じるっていうそのアクションというかあの操作にしていて、で生まれ変わったんで次のステージに、違うステージに行ってまた目を開けるとその新しい生命として誕生したよみたいなところをっていう話をなんかこう1年ぐらい前に伺った気もしたんですけど、そうですね、はい、最終的にもそこな感じでしたね、はい、うん、すみません、なんか皆までこれ言っていいのかちょっと分からずにこれ言っちゃいましたなんかその辺がうまくこうステージごともループしてるし全体もループしてるしっていう、やっぱりそのなさりたいことはすごく設計図通りにちゃんと描かれてるなっていうのは改めて思いますね、うん、締めまでもすごい抽象化して目を開けて目を閉じるまでだなっていうふうに意識して作ってましたね。この辺はキャラクターたちの、おお、かわいい、すごい数描かれましたよね、てか作られましたよね、キャラクター、キャラクターの絵です、はい、あれ全部でどれぐらい最終的になったんですか。なんだろう、多分覚えてないんですけど、いきなり、いきなり40とか、ああ、やっぱりそれぐらいなってたんですね、すごいな。あ、初期のお母さん、そうか、あれでしたっけ、クイルで書いたものそのままではなくてやっぱり一回作り直す必要ができたんでしたっけね、うん、なんか技術的に、ポリゴン数がやっぱりクイルだと使わなくていいところまで描写しちゃうんですよね、うん、練り込んだところまで書いちゃったりとかしたりして、うん、最終的にはクイルで作ったのは基本的なこうイメージを固める部分で、実際にそのまま採用できたものってあるのはあるんでしたっけ。一応います、一応います、はい、この後ろの背景の花とか、うん、ポピーとかコキアとかはクイルで作った、うん、ああ変化するみたいなのがすごく書いてありました。そうですね、この辺ですね。ああ、うん、とりあえず何だろう、バーティカルスライスとしてこの最初のシーンだけ作っちゃおうみたいな話をちょっと散歩してて、ああそうですね、まずちょっと形にというかまずはとにかくワンステージ作ってみようみたいなのやってましたよね、ね、最初の。そうですよね、作ったことないんで、バーティカルスライスが何なのかも知らないし、そのバーティカルスライスっていうのは、なんでしょうね、両面の人体験が分かるような部分っていうんですかね、定期のワンピースみたいなものを作れっていうことを、意識して、この最初にします。これを作るのに多分半年、なんだろう、そうですよね、時間かかって、うん、その残りの海のシーンとかは、1ヶ月とか2ヶ月とかで、確かに確かに、残り5分なのではいそうですね、すごい、はい、あっという間に終わった、うん、じゃあ一応流しながら、はい、1ヶ月なのでなんかね、うん、さっき
抽象化することを考えたとか、そういう話って多分今の、ね、新しい修了政策にもすごくつながっている気がするので、今考えてらっしゃることとか、ちょっと話してもらいましょうか。うん、ライドアリありますよ、ね、そうですね、修了政策についてですか。そうですね。確かに。やっぱり、すいません、ちょっと。技術的なことっていうのをやっぱり一年次制作ではすごい勉強したくてこの作品を作ったっていうのはあって、ナラティブではないんですけれども、一つの部品がちゃんと動くのを確認していくみたいな感じで作っていたんですね。でそのユニティがどういうソフトなのかとか、あとはクイルとかブレンダーとかフォトショップとか、どういうふうに使えばダメができるのかなっていうようなことがだんだんと分かってきたので、それで資料制作はもうちょっと物語性のあるナラティブな作品を作れるかなというふうに考えました。ああ、楽しみだな。またね、母の子供というか、あ、そうなんですね、母っていうね、大きな意味でのコンセプトはね、つながっているんですよね。なんか私の印象では新作の方がよりこう、ね、ゲームらしいゲームに近づいてきてるなっていうふうに感じたんですけど、なんかやはり前作をやってみて、こう次へよりこうね、ゲームならでは の制作に移行しようっていうなんかきっかけがあったんですか。そうですね、やっぱりなんだろう、前回のゲーム「ザ・クレイドル」っていう作品はすごい能動的なゲーム体験で、まあ、鑑賞者はハンモックに入れられてヘッドマウントディスプレイをかぶってすごい安心できるところで、すごいゆったりくつろぐような作品だったんですけど、だったんですよ。でそれまでもそういう作品をずっと作っていて、でもなんだ、自分の心境としてはそろそろちゃんと自立して自分の足で世界を切り開いていかないといけないのかなっていうような気持ちはあって、面白い、ゲームならよりもうちょっとアクティブに世界に干渉できるんじゃないかなっていうようなことをすごい考えていて、でもうちょっと能動的にキャラクターとかと触れ合ったりとか、世界を変えていけるような、世界を変えるというか、そのゲームの世界を変えていけるような作品が作れるかなっていうことを、動けるようなゲームを作ります。素晴らしい。芸大と の, こうこの取り組みにおいては、ね、まあ、何年か何年もにわたって関わっていただいてるんですけど、ああそうですね、確かに湯原さんもそうですし、この芸大のゲーム今年度またそろそろ始まってますけれども、うんうん、なんかこうこういうものをもっと見てみたいとか、ね、そうですよね。ありましたら、はい。そうですね。まあなんかその根底の部分にはやっぱりそのある程度こうじゃあ商業作品を作るだったりとか、まあじゃあ5年10年15年20年とかってこの業界にいてゲームを作っていたりすると、どうしてもまあその方法論だったりとか作るものみたいなもの、まあ常に新しいものだとかってことを作っていきたいっていうのはみんなそれぞれが思っていると思うんですけど、まあそこがどうしてもこう何か先入観だったりとかもう固定観念みたいなところに縛られがちだったりはするだと思うんですけど、まあそこを単純にこうやっぱりそこに縛られてない方とのそのコラボレーションという形だからこそ生まれるものっていうのが、このプロジェクトを、まあ、その一番最初に立ち上げられた方の思想だったりとか今も受け継いでいる根本の思想だと思っているので、まあ、そこは、私もこう参加するにしないに関わらず引き続き見ていきたいなと思っていますし、ただ、まあ、逆に言うとそれがあとアートの芝居になっちゃうと本末転倒な気もするので、その井原さんが今おっしゃってたようにそのあえてまあ、ゲーム性とかゲームらしさっていうのもすごく抗議な言葉なので、いろんなこの考え方とか捉え方がある前提ではあるんですけど、まあ、あえてその湯原さんがじゃあ、これまでの作品とかアプローチとは違ってよりゲームらしいとあえて今言葉になさってたと思うんですけど、そのに挑戦していくっていうのはそれはそれやっぱりその
そういう意味で縛られてない状態でのユハーさんならではのゲームらしい作品っていうものが生まれるっていうのは、そこはちょっとまた新しい試みだったりとか、そのこのプロジェクトの中で次のステップになさりたいなさることだったりとかするのに意味があると思っているので、まあ、そこもすごく楽しみにお待ちしていたいなと思います。なのでまあ前提としては根底でその異業種だったりとか全然育ちも環境も違う人間同士が、だけどまあ作り手としては何かした共通項のある人間がコラボレーションして刺激を受け合って私も作り出そうっていうところは思いつつ、まあ、あまりこう幅に縛られないものが今後も生まれていくといいなとちょっとだけこう思ってる感じではあります。はい、なんか今後も何かしたサポートさせていただける機会があったらぜひお付き合いさせていただければなと個人的には思っています。はい、ユハさんの次回作もずっと楽しみにしています。はい、ありがとうございました。すごくなんか子さんぶった言い方になりましたね。なんかそういう感じで思ってます。はい、ありがとうございます。なんかこの1年ちょうど1年前ぐらいだったんだなってことを振り返りながら懐かしいと思うとともに、また今後のことを考えるとすごく身が引き締まる思いになりました。はい、ではどうもありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、引き続きまして、はい、ではちょうど3時になりましたので、ごさんと、それから中里さん、そしてルミナスプロダクションズからは中里さん、そして、岡本、教授、この3名の対談です。はい、ではどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、郷月樹さんのウェルカムバックホームを中心に話を進めたいと思うんですが、ご紹介をします。ディレクターを務めました郷月樹さんです。月木さん、よろしくお願いします。はい、郷月樹と申します。中国からの留学生で、今、2年生のゲームコースに所属している学生です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてメンターを務めていただきましたルミナスプロダクションの中里孝義さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかみんなと違ってアドミニストレーターってよく分かんない名前ついてるんですけど、平たく言えば部門の人員や機材やソフトを管理する、まあ、どっちかというと駆け込み寺にいるおじさんという感じですね。はい、そんな仕事をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、もうプロデューサーとかもそうですけど、本当にゲームっていうのはいろんな人たちが、そう、自分たちの持てる力の 120% ぐらいを出し合って、さらにそのみんなの力を結集して作る仕事だなという常々思うんですけれども、はい、本当に、いろいろ今回も中里さんの 120% の力をご指導いただきます。ありがとうございます。で、呉さんはですね、まあ、控えめにさっき言ってましたけど、中国のもうナンバーワンスクールの中央美術学院のデジタルメディア専攻卒業という、うん、ね、ここはもうなかなか中国のあれだけたくさんいる人口の中でなかなか入れない学校なんですよね。まあ本当にエリート中のエリートの出身ですけど、でその後中国のゲーム会社で働いた経験もあって、ちょっとあと時間があったらその辺も聞ければなと思っております。で、まあ、リマインダーも含めまして、まあ、呉さんの今回のウェルカムバックホームについて、呉さんのパソコンの方からご紹介を、トレーラーのご紹介をいただけますでしょうか。はい、はい、適宜喋ってくださっても結構です。はい、画面共有します。ちょっと音を小さくめに、しております。はい、完成形を見るのは初めてです。これはそうですね、完成の形です。今のゲーム、は、物語は、この主婦さんの一日のルーティンの生活を、描きたいなんです。もうストーリー的には一日の、朝6時から夜の晩までの、流れで、下のバーのアイテムをこの家に
させながら動きを見る楽しむゲームを、こういう感じのゲームです。うん、最初、作った時の考えは実は一人の家じゃなくて4人の、主婦さんも考えていたんですよね、うん、でも確かにちょっと時間的にも、無理ですから最後には一人だけの家になってしまいました、うん、そうね、最初はものすごく膨大な感じがしましたね。そうなんですよね、うん、あの最後のところに出てきますけどね、うん、数軒お家があって、まあ、お家によってもいろんなパターンがあるでしょうみたいなことも計画をしていたかと思うんですけど、うん、なかなかアドホトも、ちょっと前の企画段階もちょっとみんなにもう一回お見せしたいですけど、うん、今までの完成形はどのくらいのことが消されたの消された、なるほど、はい、いろんなこと考えましたもんね、うん、そうですね、朝の、DQ さん、 DQ さんが実況してくれ、いただいた時にも、なんかその地球の実況してる、うん、やり方は確かになんだか結果が、観客にはちょっと予想とはちょっと違うみたいな結果になってしまいますので、うん、やっぱり何と言いますかね、企画段階の、消された部分も、うん、すごく重要なことが、入れてなかったと思いましたので、うん、そうですね、ここは、もうエンディングになってで夜に入って、旦那 と、子供が、家に入ってて、主婦さんたちが、これも全員お母さんなんですけど、お母さんがお皿を、洗い始めて、このゲームが終わります。はい、ゲームの説明は、以上です。はい、ありがとうございます。いや、まあね、昨日は USC の先生たちによる講評会、まあ、今朝はデイナインさんというストリーマーの方のコメントとかいただいたんですけど、やっぱり口々に、まあ、この作品のビジュアルを褒めますよ、うん、はい、そうですね、中田さんどうですか。いや、これはもう最初、一番最初に自分たちがメンターになる前に、どなたのメンターになるかって時に、皆さんの作品を紹介していただいた時に、やっぱり自分はゴーさんの作品を見た時に、あ、本当にこの絵がとても魅力的で、なんていうかな、今最近言われてますよね、優しい日本語で、まあ、伝えようという、それと同じ、そこに通じるようなすごく優しい絵でそのゴーさんの考えを伝える、分かりやすく伝えるっていうところ、これが基本にあるようで、とってもこれはそれで自分は5さんのメンターになりたいっていう希望を出したので、あ、本当に、あ、本当に、はい、印象的だった、そういう記憶があります。あ、マキさんすいません、画面を ゲーム画面を出して適宜触りながら、我々喋りますので、お願いいたします。まさに、はい、で、まあ、そんな希望が取られていたとは全然知らない。今初めて知ったその事実。で、まあ、ゴさん自身がですね、このゲームっていうのをアニメーションゲームという、で、今回のパンフレットに書いてくれた、うん、原稿を書いてくれたんですけども、うん、まあ、そのやっぱりこうゴさん自体は、まあ、中国でアニメーションを学び、それで我々の大学のアニメーション専攻というところに入ってきた学生なので、うん、非常にそのキャラクターデザインだったり、バックグラウンドだったり、うん、それからモーション、まあ、アニメーションの一番の動きっていうところとかに非常にこう、ある意味プロフェッショナルなわけですよね。
まあ、そういうスキルを持った人がゲームを作るとかいうところで、あの我々も、まあ、あの東京芸大のゲーム専攻の一つの形としてはこれはすごくあるんじゃないかと言って、まあ、さっき貫田さんが言ってくれましたけど、うん、A to G みたいな、うん、あのネーミングをしてるんですよっていうのは、アニメーションからゲームを作るようなそういうコンセプトがあってもいいんじゃないかと、うん、でまさにこの呉さんのウェルカムバックホームは、まあ、そういう形でアニメーションの楽しさを、ね、分からせてくれたものですけど、呉さんアニメーションとかキャラクター、うん、まあ、キャラクターデザインとかビジュアルに関してどういうところにこだわったか、あの教えてください。またあの途中段階のものがあったら見せあるっておっしゃってたんで見せてくれてもいいですけれど、あのもう一回画面共有したいです。マキさんありがとうございます。ありがとうございます。すみません、なんか前の企画段階の時の、これらのビジュアルはだいたい4人の主婦さんの方がだいたい考え終わりましたけど、でもビジュアル的には今は色をつけてる段階になってないです。その時は確かに何と言いますか、色つけるかつけないかすごく悩んだ時期があります。あと家のこの周りの環境とかも、この動きをどうやって面白くさせるのもすごく悩みました。あの家の、隣のこの木は必要かとかと、この家の形、今の4人の主婦さんの、これは三角形とか、この隣の人がちょっと、丸い形の家、家とか、これも、イメーションを組み合わせて、あの動きが、動いたら面白く見えるかどうかもすごい悩みました。もうあと、すいません、ちょっと、ごめんなさい。もう企画書の絵自体が可愛いっていう。すごい。そう、あの郷さんの絵見てるとすごくイメージが膨らむんですよね。そうですよね。なるんじゃないか、ああなるんじゃないかって。これは前の、色をつけてない時のイメージですね。あのモノクロがすごく好きなんですけど、最後にはなんで、色をつけるバージョンも試みしたいのは、多分アーティストとしてあの、この家の何と言いますかね、なんかカラフルにしたら、アニメーションがもっと豊かになるんじゃないかなと考えました。そうか、初めて、そうです、当初はね、モノクロとかこういう、こう少しセピアな感じの、ノートブックな感じとかいろいろやってたんですね。あとこの背景も、背景はあの、お母さんが、日本のお母さんはよく手帳で、あの、一日の仕事のリストを書きます。それでこれなんだ。そう、なんか背景も一回このデザインも考えたんです。確かにビジュアル、の段階はこの下のアイテムはすでに決まりました、あのアイテムの動き方はもう決まりまして残るデザインは本当に、朝起きるから、晩までの、これではないあのアイテムを、家にさせるとどういう動きが出てくるのの、のデザインです。
例えば洗濯機をさせたら、洗濯機のように回すとか、ちょっと、バカバカしいな感じがありますけど、主婦さんの、一日の仕事が苦しいと思いまして、なんか、面白いことを表せたったら、このルーティンの生活の中ではちょっと、希望できる考えが生まれるかなと思いました。あ、なるほど。確かにね、主婦の忙しさだけ追求すると辛そうになるけども、ごさんの絵だと辛そうに見えなくなっちゃうんだけどね、とてもいいと思う。あれ、当初なんか指切ったり怪我してるっていうシーンもあったんじゃなかったかと思うんだけども。はい、それもあります。ホラーですね、これは。そうですね、これは本当に一番結果になると思うシーンなんですけど、この4人の主婦さんの一日が終わったら、この4人の状態を確認するためにみんなの部屋の中を覗くすることが できるデザインなんです。そうですね、確かに最後にはいろんな消された部分があるけど、でも一番中心してることは、あの主婦さんの大変と苦しさみたいなところなので、今の、完成形は 80% できてると考えました。20% は何が足りなかったのかな。20% は、結果。ああ、結果ね。そうですね。やっぱり、どうして最後にはみんなお皿洗うことになってしまうのですか、とか、そうです。そこは、確かに友達に遊んでもらうときにも、なんかバッグをさせたら、その後はちょっとわからなくなってしまう。昨日の USC の先生が、最後はみんな旦那さんがお皿を洗ってたら面白いねとか言ってましたけど。いや、でも中里さんは、そういう誤算に対してどういうアドバイスをされたんですか、途中。いや、もうとにかく誤算は、手書きのアニメーションへのこだわりがすごく強いんですよね。そこに、まあ、確かに今回ゲームということなんで、ゲーム性を入れてしまうと、逆にそれがスパイスになりすぎて、そっちに目立っちゃう。特に今回の誤算のゲームって短い時間で触って、まあ、楽しませるってものなんで、例えば最初の頃庭に草雑草が生えてきちゃう。要するに主婦がうまく動いてないと雑草が生えてくる。で、それを刈らなきゃいけないっていう案があったんですけども、もしそれが入ってたとしたら、多分プレイする、特にちびっこなんか、あ、草が生えた、刈ろうって、その草刈りばっかりに、こう、気持ちが行きがちになるんですね。そうすると、せっかく誤算が見せたいアニメーションがどっかへ行くというか、あら、早く進めてこの洗濯機を見ればいいのにと思っても、草刈りだけにこう、終始してしまうようなことになりがちなので、まあ、全体のボリュームもあったんで、誤算には、じゃあ一番作りたい、ビジュアルのアニメーションを気持ちよく作ってもらいたいということで、まあ、誤算がちょっと残念があるかもしれないけども、これいらないよねっていう削ぎ落としをずっと、まあ、アドバイスした感じですよね。なるほどね。あ、じゃあ、サブストーリーとして、本ストーリーは、また下にあるアイテムを、ドラッグ&ドロップして、進めていくっていうものだけど、サブストーリーとして草を刈るとか他のこともいろいろあったんですね。そうですね、はい、なるほど。まあ、ちょっとその中里さんのご発言に関連してなんですけど、まあ、通常だとね、そのいかにこう短時間でゴール、まあ、この場合はまあ夜旦那さんを迎えて寝るまでみたいなゴールにたどり着くかとかね、残り時間あと 何秒とかね、それとか、あと例えば下にアイテムが出ますけれども、そのアイテム、正解
のアイテムを選ぶとピンポーンみたいな、うん、気持ちよい音が鳴るとか、うん、そういったなんかゲーム性っていうのってすごく、うん、あの私も当初そう思ってて、なんでそういうことやんないんだろうこのゲームはと思ったんですね、うん、なんかそのあたりね、そういう中里さんがあえてそのゲームというよりはアニメーションを気持ちよく見させるっていう指導をされたっていうところは非常に逆に参考になるなというか、私がなんか逆に安っぽいこうなんかゲーム的な考えをしていたのかなっていう感じが今すごくしたんですけど、いや今回自分気づきがありましたよね。ごさんとやるうちでやっぱり浮田君たちが言ったようにやっぱり商業主義であのゲームを作ってる身としてはやっぱりどうしてもそうなんかユーザーに媚びへつらうというじゃないんですけれども、あのまあユーザーにこう気持ちよくゲームしてもらうためにそういう仕掛けだったり、ほらやってよかったでしょっていうご褒美を与えるっていうのがまあ基本の流れみたいに感じるんですけども、まあそこを取っ払った場合に一番やりたいのは何見せたいのっていうところに立ち返られる、この今回のこういう取り組みっていうのは非常に羨ましいですね。いや、いいご指導をしていただきました。これ、ごさんがたま今出してくださってますけど、当初の遊び方だと、これは間違ったものを選ぶと違うって。そうですね。違うって当時、あ、クエスチョンありましたね、当初ね。でも、あえてこう、うん。どうぞどうぞ。あ、ごめんなさい。あの、前の、例えば、鍋を、まあ、これが正しいのアイテムなんですけど、もしこれ以外のものをさせたら違うと意味してしまうから、でもその違う意味はこの疑問符だけを、出てきたらちょっとつまらないかなと思いまして、今の、すごい違うアイテムをさせてもなんか面白い動きを見せるのパターンになってしまいました。そうですね。この今回のなんかちょっと大きな転換のポイントなんですけど、そうですね。なるほど。やっぱりこうアニメーションを見せるっていうところなんで、違っても面白いっていうね。違っても面白いアニメーションが出てくるとか。でよく見てると、後でまあ皆さん見る機会があったら見てほしいんですけど、下のアイテムもずっとなんかちょこ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 動いてるんですよね、うん、例えばリュックサックとかファスナーが開いたり閉まったりとか、学校の門のアイテムがあるんですけど、それもパタパタ開いたり閉まったりとか、すごい可愛いんですよね。だからまあ本当にこうアニメーションをゲームで見せていく、まあ、アニメーションを見せていくゲームっていう言い方の方が正しいかな、うん、なんか非常に中里さんがアニメーションというところにあえて絞ってそぎ落としてくださったということはすごく大きかったなと思いますね。まあでもこれでね、最初の構想通りぐらい作れたら本当にすごいものになるとは思うんですけどね。あと4件分作る、 あと3件分確かに10月頃にはプロトタイプ第一ステージを、うん、先に作ってください、うん、中里さんは一回いてくれました、うん、とりあえず第一ステージの、音など全部のアニメーションを完成させるを先に目標にして、まだ月のステージと残るステージも、ボリュームが分かれますから、そのおすすめもすごい大事と思いました、うん、そうね、並行して全部仕上げるとなかなか完成形が見えないんで、はい、どれだけ時間がかかる、自分の作業にどれだけコストがかかるかが読めないんで、まあよく前にも言われたようにバーティカルスライスで一部が完全にゲームとして、まあ、作ろうとしている流れになっている状態を作ってみるっていうのは、はい、まあ今後のスケジュールをね、作る上でもすごく大事かなと。これは多分学生さんでも我々プロでも考え方は同じような気がしますけどね。なるほどね。まあさすがオフィスアドミニストレーターですね。いえ、あまりゲーム作る指導はしませんよそれもプロの皆さんが作るので、はい、いえいえ、で今ですね、ごさん2年生に進んだんですよ。あ、もうおめでとうございます、
で終了制作を今制作中で、今本当にちょっとだけですけど、うん、どういうこと考えてるか、ごさんちょっと見せてもらえるものってありますか？はい、もう見ていただいたらすごいすごく楽しいです。年次制作は実はお母さんの主婦さんの、続きなんですそうですね。この一年次制作の時もなんて主婦さんを選んだ理由は、うん、人間そのものが興味が持ってて、歩いた時も街の中の人を観察するのが、ずっと関心を持ってて、今イメージ制作は、この深圳という街、私住んでる街なんですけど、うん、3つのステージを、デザインして、ちょっと任します。なんかタイトルが消えましたあと3つのステージがありまして、1つのステージが達成すると第2ステージに入ります、うん、第1ステージは今大体こんな感じなんですけど、遊び方は上のアイテムを見て、ここのレベルの中にどうやってこのアイテムを作ることができるのかを考えさせます。もう主にはこのキャラクターに関する物語なんです。例えばこの鳥なら、鳥を押したり、一回やってみます。ベンドを押したら、この人が絵を描き集めてこのアイテムを得ることができます。うん、今そんなこの流れはまだ作ってきれてないですけど、遊び方としてはこんな感じ。おさん、次のページの絵だけ見れますか？はい。もうここもね、もうすごい、もうお店に売ってるものまでね、はい、まだ広い家でね、見れるんです。だから年を覗きながらそこの町に住む人々っていうのを、本当にクローズアップしてもしても、もっと細密に書いてあるっていう、毎回みんなゼミのたびに、うわーよく書いたねみたいなことになってるんですけど、はい、いいですね、はい、これがこういろんな形で進むっていうのを今一生懸命きっと腱鞘炎と戦いながらごさん書いていますだからやっぱりね、非常にこうビジュアルの魅力っていうのが、うん、魅力としても一つすごくだと思うんで、うん、もう本当にこのあたりをね、ご指導していただいてよかったなと思うんですが、うん、ごさんありがとうございます。あ、これもね、そうそう、第3ステージかな、これ、うん、なんか日本でいうと秋葉原みたいなところだそうです、うん、ああそうですね見てても飽きないっていう。紹介していただいてありがとうございます。すごい。とっても情報量が多い絵なんでね、なんか見飽きないですよね。そうですよね。まあ、本当に。で、ごさんありがとうございます。で最後に中里さんに伺いたいんですけど、はい、ごさんをメンターしていただいて、うん、どうだったかっていうのと、まあ、産業界にいらっしゃって学問会というか、まあ、大学に期待することとか、なんかそういったことは何かありますでしょうか？または東京芸大のゲームコースに期待すること。はい、ていうか、今回、ていうか、なんていうんですかね。こう、ゲーム、自分はこうゲームっていうのは、仕事か遊びとしか捉えてなかったんですよ。仕事で作る側か、それをプレイして遊ぶ側。それが、なんていうか、学問としてなんか認知されるっていうのは、すごい、特に日本でね、そう認知されるの、ものすごい驚きでもあり、すごい、こそばいというか、ちょっと嬉しいなという、そういう気持ちもあるんですね。だから自分ももともと美大でなんで、その美大卒業して縁あってこの業界で働いた頃には、
まだこうゲームなんか作ってると、なんだこんなしょぼい、まあインベーダーみたいな絵なんで、なんこんなしょぼい絵描いてんのっていう、まあ同期の人間から見下されるようなところで仕事をスタートしているので、それがもうなんていうか、その天下の芸大にこう認められてこんな風になるっていうところが本当感慨深いんですよね。で、芸大求めるっていうか、まあ専門学校っていっぱいありますよね、ゲーム関係の。まああそこも重要だと思うんですよ。即戦力の人間をまあ育成するということが非常に重要なんですけども、この商業前提のゲームじゃなくって、なんていうかな、本当にゲームの新しい表現、まあゲームって言い方自体が合ってるかどうかわからないんですけども、それをまあこの貴重な学生の時間を使ってなんか追求してもらいたいと。まあ社会かなんかに出るとやっぱり我々ものすごいこうケツをこう意識されるわけですよね。ケツやコストをいつもこう意識して物を作らなきゃいけなくて、かなり自分一人ではもうニッチもサッチもいかない感じになるんですけども、すごく皆さんには羨ましい環境で、まあ一人のディレクターがドーンとメインで自分の考えたことを好きにこう追求できる。まあ実際にはこう技術面だとかそこに関しては我々に比べれば非常にまだまだね、物足りない部分はあると思うんですけども、何やってもいいっていう、そのなんていうかな、羨ましい、本当にさっきから言ってるんですけども、とても羨ましい環境なので、そこでもっとなんかちっちゃな枠にとらわれない、よく海外や映像は一方通行で相手にものをお伝えして、まあゲームは一応インタラクティブ性があるねって、なんかそんな単純な枠じゃなくて、もっとみんなが目ん玉飛び出るほど驚くような何か表現を、なんか遊び心を絶対に忘れずに、なんか作ってくれる場所になってほしいなと思っています。ありがとうございました。あの我々 もう本当に新しい分野だからこそね、こうやってこういう形で、あのみんなで一緒に作っていくみたいな環境がすごくありがたいなと思ってまして、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。いつきさん、おめでとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました、では続いて最後のセッションになりますね。はい、では、続きまして、李木陽さん、そしてルミナスプロダクションズからは白井健太郎さん、そして、芸大からは松本さん、この3名での対談をお願いいたします。はい、ではよろしくお願いします。はい、はい、ゲームコース特任助教の松本です。パブリックバスここからは、の、まあ、作品をついていることを、まあ、みんなで話していくんですけども、まずじゃあ僕作者の、木曜さん、ちょっと自己紹介がてらお願いします。アニメーション専攻ゲーム構成メインの李木曜と申します。同じように中国からの留学生です。よろしくお願いします。そしてルミナスプロダクションの白井健太郎さん、お願いします。はい、ルミナスプロダクションズ、ゲームデザイナーをやっております、白井です。まあ、仕事としては、先日発表されたプロジェクトアーシアというものに携わっていまして、まあ、ゲームデザイナーっていう肩書きなんですが、まあ、どちらかというと、全体を作るためのシステムの土台のところを担当してまして、まあ、僕があの仕事が遅れるとみんながゲームを作れないって、まあ、なるようなことをやっています。なので発売日が遅れると、まあ、僕に少なからず責任があるという形で、まあ、日々今頑張っているというところです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとじゃあパブリックバスのトレーラーをちょっと一旦流しますね。よいしょ。で、これのゲームはもともとその VR で作品で作られたんですけども、まあ、
まあ、オンラインでのゲーム展がの開催になったので、その、まあ、ウェブサイトでも遊べるようにということで、はい、パソコン版でこう、ドラッグ、まあ、カーソルでドラッグして遊べるようなものと、タブレットでこう方向を今こう遊べるようなバージョンを今、このゲームコースのゲームコース店の、ゲームの、ゲーム紹介のページからリンクが貼ってあるということで、楽しめます。いただいた方が声が、あ、そうですか、あ、ごめんなさい。じゃあもう、すみません、全開で流して、という、あ、じゃあもう一回、今聞こえてました？ギリギリ、あ、はい、じゃあ、そうです、すみません、もともとこの写真はVR の写真で、ヘッドマウントのゴーグルをつけて体験する、ゲームだったんですけども、その、まあ、今回のゲームコース展がオンラインで開催するということになったので、その、まあ、PC で体験できたりとか、まあ、タブレットを使って体験できるようになってます。それで、ゲームコースの、ゲームコース展のゲームのページ、ゲームの紹介ページからにリンクが貼ってあるので、そこから皆さんウェブで楽しめるようになっていますですね。何か、じゃあちょっと一旦これを、はい、と、まあ、今ざっくりと説明しましたけど、で、まあ、木曜さんになぜこれを作ろうとしたのかということをお話しいただこうと、まあ、過去の作品とかも含めてお話しいただこうと思います。はい、ありがとうございました。なぜこれを作ったと思ったのは、あ、じゃあちょっと画面共有してもいいですか？はい、どうぞお願いします。すいません。やっぱこの作品については、そうですね、VR という形は最初からも決めまして、だって携帯に入るまでは一度も BL という形も、試したこともありませんので、これは大学頃、大学生の頃はずっとこのような 2D の、手書きアニメーションを作っていたので、その芸大に入った後、この BR を初めて体験し、やっぱ以前、まあ、作っていた平面の作品と全然違って、やっぱ没入感とか普段になかなか見られないシーンを VR で体験するのはとっても面白いと思います。例えば海の底とか、そして浴場のような、普段は行くは行くけど、でも裸の人にじっと見ているのは行かないところも、というプライバシーのところも VR で体験できれば面白いと思いますので、だからすごく自然にまあ、BL で銭湯を作ればいいんじゃないですかと思って、そのこのように最初の3コマの BR 動画をその短い時間で制作しました。これはこれ今流しますか？流れてる。そして、まあ、なんか制作が進みながらは、やっぱ自身の なんていうか、浴場に関する記憶や母国の浴場の風景もどんどん作品に入り込んで、そして、まあ、この時の作品は、まあ、裸の人間を見るその面白さだけではなりませんでした。具体的には、例えばそのこれはその時制作中に先行にした中国北方の
セントの写真ですね。私の記憶 ではあのセントもそのようにちょっとあの、まあ、そんなに綺麗ではない、ちょっと混乱な場所でした。そして写真のようにあのお茶を飲んだり、まあ、洗濯をしたり人もいるし、その乱雑さはやっぱり逆に生命力と活力が、まあ、現れると思います。そしてそのうーん活力と同じように、まあ、湯気で、なんていうか満たされる銭湯の中にあのリラックスした自由感と、まあ、平等感も与えられます。そして、まあ、例えば浴場では普段からあの気になるお金や服装とか顔とかも、まあ、重要ではないように見えます。でみんなも同じ裸の普通の人間で、そのような開放感とあの平等感はとても好きなので、そのこの点を表現するためあのなんていうかこのような作品を、まあ、作りました。だいたいこのような感じです。温泉なんか水色、あの色青っぽいお湯の色が、それは消毒液か。あ、消毒液なの。へえ。わかりませんけど、ちょっと古い感じがですね。なるほどね。さっきのあの足上げてる人すごい。そうですね。これも私もびっくりした。ネットから探した写真。周りの人も呆れて見てるか。そうですね。でもほとんどやっぱあの女の浴場はほとんど探さないです。まあそれはそう。まあ難しいですね。あのあれです、先ほどあのルミナスプロダクションズ弊社側であのメンターの担当を決めるあのミーティングがあったっていう話があったと思いますけれども、はいはい、まああのこれモチーフがあの女性用のあの公衆浴場だったので、メンターの男性陣がみんな若干二の足を踏むっていう場面がその時あったりしました。そう、大丈夫でしたか、まあ、進めていく。そうですね。はい。でまあ当時もあの企画を見せていただいた段階で、まあセクシャルに何かこう表現するものでないってことはまあ分かっておいたので、まあそれほどあの心配はせずに僕の方は担当に就かせていただいたんですけれども、このあの表現したかったあのカオスな乱雑な感じっていうのはちゃんと作品にあの出てきているんだろうなというふうに思っています。いいですね。写真もこれインパクトありますね。お茶を飲んだりもしてま す, です、ね、はい、よくあの なんていうか特に北京の周りに北方の人は おじさんたちはよくこうしています。そうなんですね。なんかあのこうやって見比べるとあのゲームの中に作ってもらったその絵っていうのがさほど誇張表現ではないんだなって今思いますね。そうですね。大げさな表現です。そうですね、うん。実は本当にそういう形があるんだっていう、そういう文化をあの知れるっていうのも、なんか貴重な体験だなって今思いました。うん、まあ、あの、一番最初から、あの多分僕があの今回のメンターの中で一番放任主義になったんですけれども、まあ最初に企画を見せていただいた段階からで、まあそんなに細かいなんか制作とか進行のケアはしなくても、あの作りたいものがはっきりとしていて、まあ計画が立っているんで、まあちゃんと作っていけるんだろうなっていう印象をまあ持ちながら、あの比較的見守らせてもらうっていう感じの関わり方をさせていただいてて、でまあ、なのでその細かい、この制作進行とかを見てなかった分、その各マイルストーンのところであのできてきているものを見せてもらうのが非常に楽しみで、とても面白かったっていうふうに、記憶しています。はい、毎回新しいバージョンが出るたびにあの新しいあの動きとあの要素が入っていて、こうできてきているなっていうのをすごい実感しながら見ていました。この作品はその
で、ただムービーじゃなくてインタラクションがあったんですね。そこの方向を向いたらキャラクターの動きがちょっと変化するとか、そういうのちょっとなんかキャラクターの説明とかって何かあります？ああ、そうですね。とインタラクションについてですか？そうですね。うーん、なんかあ、それかこっちでちょっと僕の方で出しましょうか、画面を。どっちでも。じゃあお願いします。はい。で、どこだっけ、画面が。今ムーヤンちゃんが画面共有してるんで、あ、違う、僕の方でちょっと画面を見失ってしまった。停止します。はい、ちょっと待ってください。出したい画面が出てこない。よいしょ、これだ。今このウェブで、遊べるやつですね、の画面を出していますけど、こうで、まあ、例えば、まあ、このこそこそ見てる人の方を、よいしょ、あれ。見てるの？あ、そのタオルが。そうですね、ちょっとなかなか動かない。はい、それは確かに、こうすると、あーって。気づくみたいな。そうですね。自分の想定の中にはこの人は、まあ、男の人で、化粧したり、タオルをかぶったり、その銭湯を覗いてる、そういう設定でした。うん、でこの人、覗きに来た人ってことですね。そうですね。全てのキャラクターの中に一番、初めに出した人なんです。うん、そのテストとして。作りました。で、もともとはだいたい50人ぐらいのキャラクターをのデザインしましたけど、そうですね、結果としては3分の2しか完成、できませんでした。これはその時はでよかったのは、その時一度白井さんのアドバイスをいただいて、やっぱまずは1人のキャラクターを作って、そのゲームエンジンに入れて、その調整ながら一つずつ後のキャラクターを作る方がベストです。だからそういう手順で一つずつ作りました。じゃないと本当に、うん、そうですね、平面の、設計図で書くとその時は良さそうに見えるんですけど、奥行きある VR の 3D の空間で置いてみると混み合いすぎたりするとかっていうことが、まあ、起こるんだろうなというふうに思っていて、まあ、そんな感じの話になりましたね。これちなみに奥野さんの一押しのキャラクターっているんですか、中に。一押し、すいません。一番好きなベストキャラクター。はい、あります。確かに昨日の有志の時もちょっと話しましたけど、その洗濯ボンボンしているこの人、その人は確かに一番好きな人なんですね。動かないですね。ちょっとなかなかこれ、ズームを使いながらだと反応が悪いですね。うん、あ、動いた。確かにこのキャラクターすごい躍動感がありますね。そうですか。スカーがありますから。はい、ぜひそこの話をムーヤンちゃんしてみてください。うん、もう一回。もう一回。わかりました。やっぱちょうどそのキャラクターを描くときは、おばあさんは乳がんの手術を受けていました。で、両方の乳房も全部切除されましたので、髪もちょっと縫いました。でも本人は、うん、なんていうか、なかなか気にせずに街に出ていく。だから、それは、まあ、女性としてな、体の一部がなくなるのはやっぱりすごく辛いことと思うんですけど、でもその なんていうか、その事実は、その、関わずに、まあ、銭湯に行くとか、プールに行くとか、
に行く人も絶対いると思います。で、そういう人の態度とかはすごく、まあ、偉いと思うんですので、そのようなキャラクターを作りました。で、その銭湯に全般に見ると、言えばこのキャラクターも、まあ、他の人も全部同じような裸の人間だと思うんですので、そのような原因で、このキャラクターはやっぱり一番好きな人となりました。はい。そして選択の人も、そうですね、その小さい頃も確かに、まあ、そんなに大げさではないんですけど、やっぱ下着とかを、うちのおばあさんも毎回その、プールに行くときも自分の下着をちゃんと洗濯しなければなりません。そこでそのような人が結構いますと思うんですよね。このちゃんと個々の中に世界観があって素晴らしいなって思いますね。このおばさんの太ももに書いてある字は龍城万歳でしたっけ。龍城万歳、はい。あ、なるほど、友情伴い。はいはい。逆にこの人もちょっとヤクザ感じのデザインですよね。そう、なんか背中に入れ墨がある人とかもいたりしますよね。入れ墨？どこだっけ。僕はこのアフロのアヒルが好きなんですけど。そうですね、アフロ。これはアヒルは。今音切ってありますけど、ちょっと音出そうかな。あ、音があんまり出ないです。この私が小さい頃はやっぱり一匹のそのおもちゃ、アヒルのおもちゃが持っていて、うん、どこからの文化かわからないんですけど、で、やっぱシャワーとか銭湯を言うとそのアヒルのおもちゃが思い出しますね。うん、日本もそういう感じですかね。っていうのもあったりしますよね。そうですね。さすがに近年は、はい、はい、どうぞ。近年ゲームの方でよくナラティブっていう、まあ、言葉を使われるようになってきていたりするんですけど、まあ、意味合いとしてはその、まあ、主人公とか強い語り部がストーリーを誘引していくストーリーテーリングとは別に、このゲームの中にある、いろんな要素が世界設定を訴えかけてきたり、そのプレイヤーがどういうふうにそのゲームにアクセスしてかによって、そこに勝手にこう物語が展開されたりっていう、まあ、そういうところで、まあ、ナラティブっていうような、物語の見せ方、世界の見せ方みたいなのを、していこう、そういうのが面白いよねっていうのが、まあ、最近トレンドとして若干あったりするんですね。で、まあ、全般的にその今回の、作られた皆さんの作品っていうのはそのナラティブ感っていうのが結構あるとは思うんですけど、まあ、中でもこのパブリックバスはそのナラティブの要素がとても強く出ているなと思っていて、まあ、眺めていく中でその眺め方の順番で勝手にストーリーができてみたり、各キャラクターのそのバックボーンがすごいあるので、まあ見ていて面白いっていう、要素を受けたりっていうので、まあいわゆるその強いゲームとしてのアウトプットはないんですけれども、何て言うんでしょうね、こう見た時の感動というちょっと曖昧な形の面白さっていうのが、まあ、すごいよくできているものだなというふうに見ていて思いますし、今こうちゃんと待って、やっぱりキャラクターにちゃんとそういう設定がなされているんだなっていうのを改めて確認しちゃいました。そうですね、ちょっと動いた。ここは結構、まあ、フィクションというか、そうですね、制作の時もやっぱ病棟感という、まあ、テーマを強く表現するために豚と、うん、仏像を一緒に同じフルに置きました。
でですね、一旦申しますね。この、今、トレーラーを、まあ、ゲームコースの、ゲームコース店の方に、まあ、上げていて、その YouTube で上げてるんですけども、このちょっと動画だけなぜかコメントがいろいろあるんですね。まあ、主に、まあ、海外の人なんですけど、なぜみんな太ってるのとか。なんか太って見えますか、やっぱ。自分の記憶の中にはよく銭湯に浴場に行くのはほとんど年をちょっと取る女たち、そうですね、だって子供と老人たちはよく銭湯に行く、うん、若い人は普段やっぱ会社に行くとか、そしてちょっとそうですね、ているそのおばさんたちのイメージを なんとかその制作の時から覚え出した、自然に太となるキャラクターをまあいろいろデザインしました。はい、全然自分が気づいてなかったんですそういうコメント、あとそうです、だからこれでもしそのスリムな女性だったら、ね、ポルノになっちゃうねみたいなこともあり、はい、そうですね、うん、結構このそれでその今日のデイナインさんの時のストリーミーゲーム実況の時もそうだったんですけど、割とこのね、いくらこの可愛いキャラクターでもその裸の表現っていうのが実際どうなのかっていうのがありますよね、ちょっと難しいところで、これは今のところ、まあ、YouTube が何も言われてないんで、ギリギリ OK なのかなっていう。けど、もしこれをなんか、例えば、App Store で配信するとかなると、また Apple の規定に引っかかっちゃうとか、うん、そういうのもあるのかなとは思いますね。そうですね。まあ、可能性はあるような気もしますね。うんうん、で、逆にだから、もう商業では絶対に作れないモチーフだったりはするので。そうね、まあ、そういう点から見ても大変貴重な作品になっているなというふうに思います。そうですね、その乳がんのやつとかもね、これそこを見えないとそのところはね、伝えられないわけですから、うん、そうですね。いや、これあれなんですかね、やっぱり全部に何かしらバックボーンを用意したような資料とかを起こしたりしたんですか、作るときに。マクボすみません。キャラクターのなんか、その設定を、キャラクターの設定を。設定はなんか、うん、そんなに細やかい設定は、まあ、しませんでした。でも確かに さっきの手術を受けた人のように、そのようなすごく重要な位置に、まあ、置いた人は確かにちゃんと設定をしましたけど、うん、でも猫のようなものは本当に興味によって勝手に描きました、と可愛いだけで十分でと思って。ああ、いいですね。そのそこも多分すごいこう縛られすぎると、練り込みすぎてしまうものが出てきたりもするので、あ、そこのバランス感覚は実はとてもいいのかもなって今聞いて思いましたね。多分あと書きながら何かこう思いついたりとかっていうのもあったりするんでしょうね、きっと。それもあります。例えば女の子、あ、違います、男の子を連れてて、そのお母さん、その、うん、子供2人の子供を挟んでるお母さんは、それは最高の時加えた人物なんです。それはネットでよく作る時よく見ていた議論ですね。やっぱ男の子を女の銭湯に、まあ、連れていくのはやっぱちょっと気持ち悪いなとそう思う人がまあいますし、それが面白いと思って最後の時そのようなキャラクターを作れました。うん、偶然ですね、やっぱ。まあ、このいわゆる
その、まあ、最初に話のあったキャラクターをとりあえずまあ一つ作ってみてちゃんと動くようになってで順番にこう増やしていくっていう作業をするときにまあ作り方の工程として慣れてくると、まあ、こういう試行錯誤でいいものができたりっていうのはこれはあの商業のゲームでもよくあることなので、まあ、作り方のやっぱり土台をちゃんと取った上であの作業をしていけたっていうのは良かったのかなというふうに、まあ、今聞いても思いました。あの最初のデザイン段階ですごく、まあ、作る欲しいなと思ってあのキャラクターは実際にあの最後まであの技術の制限でやっぱあの作り出せないです、ね、例えばあの水鉄砲を使うあの子供はなんかその水鉄砲の水の軌跡が長すぎてやっぱそのボートのようにあのゲームエンジンに入れるのが難しいと思って それを諦めました。そうです、ね、水鉄砲ぜひ撃ってみたかったですけどね僕はありましたね。懐かしいですね、一番最初に言った気がするなそれちょっと時間になってきてしまいましたね。はい、あ、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではこれで全てのセッションが終わりました。あのこう振り返ってみると本当にあの長い時間あのルミナスプロダクションズの皆様にはあの本当に丁寧にあの見ていただいてあの、まあ、我々にはないあの商業的なあの目線であの本当に多角的なアドバイスをいただいて本当にあの学生のみんなもすごく学ぶことが大きかったとあの改めて感じました。本当にどうもありがとうございました。はい、ではこのセッション終わらせていただき、これで終わらせていただきます。はい、ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。